はい、ということで今日はですね、UFO キャッチャー珍しくやっていきたいと思います。この UFO キャッチャーやりたいんですけど、このタイプちょっとコツがあるんですけど、ちょっとね、紹介しがてらいきたいと思います。UFO キャッチャーとかね、普段やらないですからね。テクニック、え、全然違った。全然ミスった。違う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 。あ、取れた。あ、取れた。100円でこれだと安くないですか。上にぶつけてこうグラっていって倒すみたいな、そういう取り方なんですけど、今100円でね、取っちゃいましたからね。要するにこういうこと。そう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 。これの UFO キャッチャーはアームの強さとか関係ないんですよ、多分。アームの強さとか関係なしにいけちゃうタイプだから、だからまあやりやすいってのありますよね。あ、違った違った、間違えた。あ、これだ。これ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 、この取り方、この取り方。そうそう、上から上から突っかけて、そうこれこれ、あれあれ、これだこれだ。ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん。このさ、移動キャッチやばくない？出しました。あ、なんか変なやり方やっちゃった。まあいいんじゃないですか。やばくないですかこれ。俺に取れるんですよ。僕こんなお菓子いらないんですけど。はい、ということで1000円もやったんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本ね。